10月19日に東京・千代田区の自民党本部と総理官邸が襲撃された事件を受けて青木官房副長官は21日全国の警察に重要施設の警備や閣僚などの要人の警護体制を強化するよう改めて指示したことを明らかにしました。はいはい 警察庁から全国警察に対し、重要施設の警戒、警備と警護に万全を期すよう指示をしており、引き続き警察において警備に万全を期すものと承知いたしております。その上で青木官房副長官は、選挙期間中の暴力行為に屈するようなことはあってはならないと強調しました。 選挙は民主主義の根幹であり、暴力に屈するようなことがあってはならず、選挙運動が暴力により妨げることのないよう、また何より国民の安全、安心がきちんと守られるようすることが必要であります。